こんにちは、ギークインボックスの佐賀です。皆さん、サドウスキーって好きですよね。僕もめちゃくちゃ大好きなんですけど、いくつかのブランドがあるんですよ。 NYC っていうニューヨークで作ってるアメリカ製のものと、メトロラインっていう日本で作ってる日本製のものですね。メトロラインはワーウィック製ドイツ製になっちゃうんですけど、今回は NYC とメトロライン、この2種類を比較してみたいなと思います。メトロラインはね、サドウスキーの NYC で修行した菊池さんっていう方が主だって作ってるもので、結構ね、どっちの方がいい、こっちの方がいいって話があったりなかったりするんですよ。まあいいっていうのもちょっとナンセンスだなっていう感じではあるんですけど、別にメトロラインが劣ってるってわけではないです。じゃあサドウスキー買いたいって思った人が NYC とメトロラインどっちにしようかなって悩むと思うんですけど、そんな時にこの動画見てくれれば、ね、それぞれの特徴がつかめるものになったらいいなと思います。じゃあ早速スタート。コンまず紹介したいのが、サドウスキー NYC のヴィンテージ5っていうモデルですね。これね、チェンバードなんですよ。なんですけど、じゃあこれもちょっと見てみてください。こっちはメトロラインの RV5 っていうモデルですね。こっちはね、チェンバードじゃないんですよ。ソリッドボディなんです。でも、違いってね、まあそこぐらい、ちょっとした差はあるんですけど、まあほぼほぼ同じスペックです。同じくね、ギンキシェイプ、まあモダンエッジっていうシェイプなんですけど、なんであのバッグもほぼ同じです。この2本の音を比べてみたいなって思います。じゃあ音を聞いてみてください。あらら、
き比べてみました。いかがでしょうか。聞いてる側的にはね、メトロラインの方がちょっと音像がはっきりした感じがあって、良し悪しじゃないですけどね、 NYC の方がちょっとしなやかかなっていう気はしました。やってる菊池さん本人も NYC はニューヨークで僕が作ってたし、メトロラインは日本で僕が作ってるし、まあ、何が違うんだろうねみたいな話はしてたので、別にどっちがいいとかじゃないんですけどね、まあ、特にネックに関してはメトロラインかなり高く評価されてます。なのでどっちが上位機種だっていう風に考えなくてもいいのかなって思いますね。ただ残念ながら日本製のメトロラインは実はもう作ってなくて、うちにある在庫もまあいくつかあるんですけど、もう仕入れができないような状態ですね。もうワーウィックのドイツ製のものに切り替わっていて、向こうのウェブサイトでも購入できるんですけどね、まあよかったらよかったらチェックしてみてください。こっちも僕は好きなんですけどね、もしこっちの方がいいとか、これはこうだっていう意見があればコメント欄でぜひぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。このベースの詳細なんかはね、バイオページに載っけてるので、よかったら見てみてください。みんなクラブハウスってやってる？なんか最近めちゃくちゃ流行ってるじゃない。音声版のツイッターってよく言われ方しますけど、もっとよりこうコミュニティ感強いなとか思いますね。今クラブハウスが流行り始めてからまだ1週間経ってないぐらいなんですけど、なんかね、3日とか2日とか前よりも全然人増えてて、芸能人とかも多いですよね。だからなんかそういう芸能人の話を聞きたいっていうパターンもあるし、僕の場合はツイッターとかで顔と名前は知ってるけど喋ったことはないみたいな人と、あのみたいな感じで喋れたり、友達の友達に友達を紹介したりね、そういう使い方がおもろいなと思って、日々深夜まで喋り倒しております。もしねクラブハウスやってる方いたら、よかったらねお話できたら楽しいかななんて思います。 YouTube いつも見てますなんてね言ってくれたらすごく嬉しいので、よかったら見てみてください。最近 YouTube ライブちょいちょいやってて、あとはウーフィーベーシーズの新作の発表とか発売のタイミングとか、そういったもの Twitter、Instagram などで公開しているので、よかったら見てみてください。いろんなところでチェックしてもらえると、さらにベースの知識が深まっていい人生が送れるんではないでしょうか。わかんけどね。この動画面白かったらぜひぜひいいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。以上、キークインボックスの坂でした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter、Insta、Facebook もよろしくね。チャンネル登録してね。新しい動画はこちら。